はい、どうも、もちゆきです。メンテナンスが明けたので、このカオスグリームアイズっていうやつを見に行こうかと思います。あ、メモリスタンプ追加されたんですね。これ、まあ、石化とか麻痺とかになった時にね、使えるスタンプいいんですけどね。俺、リボンウサギとか王冠ウサギ出た時用のスタンプも欲しいですね。まあ、他にもね、ギルドバトルとか、指輪生産キャンペーンとかいろいろあるんですけど、まあ、今日はちょっとグリームアイズを見に行こうかと思います。グリームアイズカオスのカオスボスダンジョンのボスが追加されたということで、これね、カオスボスアバターをゲットって書いてあるんですよ。で、これ始めたての人がよく勘違いするんですけど、パーティーでやるからソロカオスの冥黒防具ってやつですね、カオス防具作れるんじゃないかって思うんですけど、これ見た目だけ変わるね、アバターが作れるやつなんですよ。ただこのカオスボスダンジョンで出たボスの弱点と同じ弱点になるんですよ、いずれ出るソロカオスのボスが。だからこのカオスボスダンジョンで出るこのカオスグリームアイズの弱点と同じ弱点のものがいずれそのカオス討滅戦で出るっていう感じで、ちょっとね見てみましょうか。これかな。カオスボスダンジョン奥地黒星ガンマ、これだな。あ、弱点が突飛なんですね。あ、ボス詳細見れますね。グリームアイズカオス、突飛、ボスにつくバフかな、攻撃力アップバフ1スタックでつく場合と急に50スタックつく場合があるのか。あとはダメ軽減25スタックでついて、デバフが防御低下デバフですね。まあ、突飛だったら、まあ、防御低下デバフは、直剣モッドじゃないので、まあ、これ防御低下で合ってんのかなっていう時は、この左上のこのハテナマークを押して、なんだっけ。この縦のマークに下の赤い矢印のやつか。これで見ていくと、お、やっぱ防御力が減少って書いてありますね。なんだこれ。スイッチゲージ増加力がでかい。あ、こんなのあんだ。あとは、麻痺と炎症だから、炎症だから、火傷耐性、例えばコーヒーブレイクリスベットが必要とか、麻痺だから麻痺耐性必要とか、まあ、麻痺耐性はカオスブラッキーやる人だったらね、持ってるかもしんないんで、突飛当てるかですね。ここら辺は。まあね、もう、野車やらない人とかさ、もう突飛いらねえじゃんみたいな思ってた人もいたかもしんないんですけど、まあ使うかもしれないと。あ、スキルブレイクは両手やりかつ火属性のスキルでスキルブレイク可能って書いてありますね。とりあえずちょっと試しに入ってみましょうか。まあ属性耐性あるらしいんですけど、ちょっと適当に直剣モッドで行ってみようかな。じゃあちょっと入ってみます。あれ、ちょっと待って、今なんか、あれ、なんかアイテム使用制限とかなかった今。え、あ、やべえ、結晶無効化空間のため一部アイテム使用不可って書いてある。これ、え、蘇生結晶使えないじゃんこれ、やば。え、待って、これ、え、どれくらい食らうのこれ。カオスボスダンジョンだけでこれどれくらい食らうの。あー、結構食らうね。カオスボスダンジョンの時点で結構こんなに食らうってことはやばいですね。うわ、もう死ぬやんこれ、やばいやん。え、食らう、あー、ちょっとしか食らわない。やばいやばいやばい。死ぬじゃん、もう。え、どうしよう。回復バフかけて。あー、怖い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 。ちょっと、怖いっす。え、ちょっと待って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 。え、これ、倒すか。刻印乗るから。あー、無理無理無理。ちょっと待って、この時点で無理なんだけど。え、やばいやばいやばい。やばいって、これ。なんか直剣で行く、あ、やべ、攻撃バフついてる。これもしかして、85層フロアボスみたいに、これ食らうたびに、ほら、攻撃バフ、スタック位置上がった。ってことは、HP が4分の1減るあたりで、スタックが50上がる可能性がありますね。もしかして同じ突飛だから似たような性質を持っているのかもしれないですね。あ、死んだ、死んだ。あー、死んだ。ああ、マジかよ。やば。やばいね。これ、カオスボスダンジョンなら装備適当でもいける説と思ってさ、やってみたら超やばいな、これ。
あれブレイクは何？ブレイクゲージじゃなくてブレイクタイマーしか来ないのか。ゲージないですね。ん？一部の攻撃でプレイヤーのバフが解除されるって書いてあるの。なんだろう。あ、ここ書いてあったんだこれ。プレイヤーが攻撃を受けるたびスタック性のバフ、攻撃力上昇付与っていうの。ちょっとね、HP 4分の1までね、削れるところくらいまではね、ちょっとね、見たいので、あ、やっぱ使用禁止アイテムって書いてあったのか。ちょっとね、これだけは、まあ、慎重にって言いながら攻撃食らっちゃった。これ、どれくらい食らう？あー、これしか食らわないのか、でも。まあ、小春の刻印を信じて。おぉ。まあ、ちょっとね、少しずつ倒していこうかなと、やっていこうかな。あ、これ攻撃上昇、これ、聖狼ランサーとか、入れないときついんじゃないか、これ。なしで来ちゃったけど、これもしかして聖狼を入れる編成で来ないとやばいのではっていうやつだよね。あー、やばいやばいやばい、しー。あ、でも、麻痺と、状態異常、じゃないや、麻痺と、アイテム使用負荷が同時に来ないのか。でも麻痺耐性がどの攻撃で来るか。あ、これか。なんか振り回し、あ、 HP が4分の1減ったので攻撃スタック50上昇のダメ軽減バフ25か。やばいね。あ、怖い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 。スイッチ、はい。やばいやばい、これ、もうこれこのまま戦うのきつい。もうやばいって。あ、これでもギリ倒せんじゃね？もしかして。あー、難しいね。もうカオスボスダンジョンですら装備適当だと倒せないっていう風になってきたのか。あ、これ槍と火だから、あ、HP50% 下回った時、あれ、攻撃スタックさらに50増えて、今もう最大の99スタックだ。でも残り45秒か。あー、死ぬ死ぬ死ぬ。やばいやばいやばい。やっぱ聖狼撃って、打たないと厳しいっていうのと、やっぱ槍の火でブレイクタイマーっていうのがあって、多分槍でやれって感じなの、槍でやってほしい感じなのか、なんだろうね。どの武器もやっぱ強化する動きがあるので、最近の IF はどの武器も活躍できるようにって。あれ、あ、そっか、今攻撃受けたからこの攻撃スタックがか、あれ、タイムがリセットされてんだ。スタック維持されてる。いや、これで死んだらもう終わる。これやばい。え、これどうやんの？どうやって倒すの？やばいって。死ぬ。あー、倒したー。あぶねー。スタック消さないで倒しちゃった。あぶねー。やばー。やべ、大変じゃった。マジかよ。え、これソロカオスできたらやばいぜ。これ蘇生結晶使えないってさ、もう蘇生結晶使えてもきついのにな。というわけで、カオスグリームアイズ見に行ってみた動画終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。